ネットワーク情報学メジャーを担当しています宮本です。それではただいまより電波を用いた情報伝送を見てみようのデモンストレーション動画を始めます。まずこのデモンストレーションビデオをご覧いただく皆さんに事前に知っておいていただきたい内容を説明させていただきます。情報はものとは違い、実体はありません。 そのため、物を送る郵便や宅配便を使って物を送るのとは違い情報はそれ自体を直接送る必要はなく情報を荒らすす。ここととががででききる、る何かに変換して送ることができます元の情報を情報を伝送するための信号に変換する装置はセンサーと呼ばれます。例えばマイクもセンサーの一つでありマイクを使うと「あー」と話して声帯を震わせた圧力の変化が電気信号に変換されます。 逆に、信号から元の情報に戻すための装置はアクチュエーターと呼ばれ例えば先ほどのマイクの例であればマイクから出てきた電気信号をスピーカーに入れるとスピーカーが振動しその振動が皆さんの鼓膜に伝わってああっと喋った声が聞こえます。情報を伝送するための信号は電気信号に限らず他にも糸電話を通じて伝送するのであれば音を。 光ファイバを通じて伝送するのであれば光を使うなどどのように情報を伝送するのかによって適適ししたた信号と適した伝送炉が用いられます私の研究室では信号として電波を用いた無線通信システムや無線ネットワークに関する教育と研究に取り組んでいます。 無線による情報伝送は柔軟性に富んだ自由度の高いネットワークを構築することができ皆さんをケーブルの束縛から解放することでライフスタイルを大きく変えるインフラとして発展してきました電波には低い周波数波長で言えば数キロメートルの長い波長の電波から高い周波数波長で言えば数ミリメートル程度の短い波長の電波までさまざまなものがあります。一般には、 低い周波数の電波は音に近い性質を持ち、幅広く様々な方向に飛んでいくのに対し、高い周波数の電波は光に近い性質を持ち、まっすぐな方向に飛んでいきます。低い周波数の電波は、広範囲に情報を伝送することができるため、例えば電波時計や船舶航空機の無線通信、地上波のテレビ・ラジオ放送などでの利用に適しています。一方、まっすぐに飛んでいく高い周波数の電波は、 ビルや人場合によっては木の葉っぱなどに遮られるため携帯電話サービスなどでは使い勝手が悪くなりますしかしまっすぐ飛んでいくことで宇宙にある人工衛星との通信や衛星放送に用いられまた障害物がある方向を察知できることから衝突防止レーダーなどでも用いられますさらに 高い周波数の電波は、より多くの情報を伝送することができるというメリットもあり、これからの普及が見込まれる 5G や、5G の次の世代の移動無線通信システムである 6G でも、これら高い周波数の電波の利用が検討されています。このように周波数帯によって、電波の飛び方や伝送できる情報量も異なり、伝送する距離や範囲、伝送する情報量の大きさ、 によって適した周波数帯の電波が用いられています。本学和歌山大学のシステム工学部北1号館の5階にある私の研究室で測定した電波利用状況の観測結果をこちらに示します。横軸は周波数縦軸は電波の強さを表しており放送や無線通信システムなどが利用しているさまざまな種類の電波が観測されています。低い周波数では FM の放送局の電波やコードレス電話の電波もう少し高くなりますとドコモ au ソフトバンクなど各携帯通信事業者が利用している電波が観測されています。さらに高い周波数では w i f i Bluetooth などが利用している電波、w、i m a x で利用している電波が観測されています。 3GHz という周波数よりも高くなってくると使い勝手が徐々に悪くなりますのでこれらまだまだ空きのある周波数帯が 5G や 6G で利用できないか使い勝手の悪い周波数帯を 5G や 6G などこれからの無線通信システムで利用できるようにするためのさまざまな技術開発が現在進められています。 5GHz 帯になると、2.4GHz 帯と同様に Wi-Fi が利用しており、それら Wi-Fi からの電波が観測されています。このように、放送や無線通信など、電波を用いた情報伝送を目的として、様々な周波数帯の電波が活発に利用されていますが、電波を用いた情報伝送には、数多くの克服すべき課題があります。 まず第一に情報を伝送するためのケーブルを持たない開空間オープンスペースを通じてのワイヤレス伝送であるため電波の強さは時々刻々刻と変動します自動車や電車での移動時はもちろん歩いている場合でも立ち止まっている場合であってもほんの一瞬のうちに電波の強さが100分の11000分の1になるような状況が起こり得ます。そのような状況であっても利用者 ユーザーに気づかれることなく継続して安定して無線通信サービスを続けるための開発が求められます次に電波は有限な資源でありその有効利用が必要となります電波が有限な資源であるということをイメージするのは難しいかもしれませんこれは誰かがある周波数の電波を利用するとその電波を同じ時間同じ場所で他の人は利用できなくなるという意味です ではどのようにして多くの人が同時に電波を利用しているかというとテレビやラジオのチャンネルのように周波数を分けて同時に利用したり携帯電話や無線 LAN では時間を切り替えて利用することであたかも同時に利用できているようにしています続いての課題として無線 LAN や Bluetooth では移動しながらの利用というものはあまり想定されていませんが携帯電話などの移動体通信システムでは 時々刻々と変動する電波の状況やトラフィックの状況のもと移動しながら通信サービスを継続して提供することが求められますさらにまた放送や携帯電話無線 LAN は通信を目的として電波を利用していますが通信目的以外で電波を利用するものもありますそれら通信目的以外の電波利用システムから出される電波 人工雑音と呼ばれるものですがその人工雑音が放送や無線通信システムの伝送性能に影響を及ぼす可能性があります周囲でどの程度電波が利用されているか 2.4GHz 帯の利用状況を観測した結果を紹介します無線 LAN は 2.4GHz 帯に13個の周波数チャンネル古いタイプの無線 LAN を含めると14個の周波数チャンネルが用意されています ただそれらは周波数チャンネルがオーバーラップしていますので同じ場所で利用可能な周波数チャンネルは最大でも3から4チャンネルとなりますそのため無線 LAN の親機アクセスポイントが4つ以上になるとどこかの周波数チャンネルで2つ以上のアクセスポイントが一緒に周波数チャンネルを利用する共用することになりますまず私の自宅で観測した結果をこちらに示します私の自宅に設置しているアクセスポイントを アクセスポイントとおそらく近くの家のアクセスポイントが見えます違う周波数チャンネルを利用しているのでこれらのアクセスポイントが競合することはありません次に和歌山大学前駅上り線のホーム最も南梅方面側で観測した結果を示します駅のホームですがいくつかのアクセスポイントおそらく駅ビルのお店が設置しているであろうアクセスポイントが見えます 次にシステム工学部の北1号館5階の観測結果を示します教室や各研究室に設置している数多くのアクセスポイントが見えますこれらのアクセスポイントのうち同じ周波数チャンネルを利用しているものは互いに競合しながら自身が送信するタイミングを伺いつつ送信することになります続いて走行している 南海電鉄特急サザンの車内での観測結果を示します走行中の車内ですが乗客がスマホでテザリングしているだろうアクセスポイントやおそらく線路沿いにあるコンビニのアクセスポイントからの電波が観測されますこちらは大阪メトロ水道筋線の車内での観測結果です駅から離れているとコンビニは観測されませんが車内でテザリングしているであろうアクセスポイントが多数観測されています最後に イオンモール和歌山の観測結果を示します。イオンモール和歌山の駅側の入り口エスカレーター付近で観測したものです。イオンモール和歌山のお店、それぞれで設置しているアクセスポイントが多数見られます。周波数チャンネルが異なれば競合しませんが、同じ周波数チャンネルになっているアクセスポイントの数が増えるほど、その周波数チャンネルを用いている Wi-Fi の伝送速度が低下することになります。 人工雑音を発生する機器として最も皆さんの身近にあるものが電子レンジです。電子レンジは加熱調理をするために無線 LAN や Bluetooth と同じ周波数帯の電波を用いています。そのため、例えば無線 LAN を使ってインターネット接続している場合やゲームをしている場合、ゲームコントローラーを操作している時に近くで電子レンジを使うとネット接続できない、ゲーム画面がフリーズするなどの現象が発生します。 無線 l イ n や Bluetooth が利用している 2.4GHz 台の電波利用状況の観測結果をこちらに示します。まず電子レンジを利用していない状況での電波利用状況です。周波数幅の広いものは w i f i からの信号周波数幅の狭い細いものは Bluetooth から送出されているパケットです。多くのパケットが飛んでいることがわかります。 ここで今から電子レンジを利用します電子レンジを利用し始めるとこのように w i f i や Bluetooth よりもはるかに強い雑音が電子レンジから出されていることを確認できます。これは電子レンジから 3m 程度離れて測定したもので さらに離れると雑音の強さは弱くなりますが3メートル離れてもこれだけの雑音を受けてしまうことが分かると思います。電子レンジを停止しますと再び Wi-Fi と Bluetooth の信号が観測されます。先ほどご覧いただいた動画のスナップショットをこちらに示します。無線ンがパケットを出した瞬間には一番上のような信号が観測されます。 この場合ですと3つのアクセスポイントもしくは端末から違う周波数チャンネルで同時にパケットが出されていることが分かります。2つ目の例は、上から2つ目の例は Bluetooth の信号マウスやキーボードワイヤレスのヘッドホーンスピーカーなどの信号が確認されます。これら上2つに比べて最後の電子レンジからはこのように強い雑音が広い帯域で出されていることが分かります。 以上簡単ではありますが私どもネットワーク情報学メジャーで取り組んでいる教育研究活動に関するデモンストレーションを紹介いたしました最後になりますがネットワーク情報学メジャーではこのような技術を通じて社会に貢献できる技術者の育成を目指していますこの分野に関心のある高校生受験生の皆さんをお待ちしていますそれでは以上をもちましてデモンストレーション動画を終了いたします ありがとうございました。